ラファエル・パルメイロ・コラレスは、キューバのハバナ生まれの元プロ野球選手。左投げ左打。MLB 史上4人目の、通算3000アンダー &500 本塁打を記録した、選手。息子のパトリックも2008年の MLB ドラフト22巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入りしたプロ野球選手。キューバの首都ハバナで生まれるが、フィデル・カストロによる、 キューバ革命をきっかけに家族とアメリカ合衆国に移住、ミシシッピ州立大学でプレーした。1985年の MLB ドラフト一巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り。1986年9月8日にメジャーデビューを果たす。1988年には152試合に出場し、打率307を記録、オールスターに 初めて選出された。1988年12月5日に、ミッチ・ウィリアムズらとのトレードで、ジェイミー・モイヤーらと共にテキサス・レンジャーズへ移籍し、ピート・オブ・ライエンの後釜として、外野手から一塁手へ転向した。1993年には37本塁が、105、打点を記録した。シーズン終了後にフリーエージェントとなった。 1993年12月12日に、ボルチモアオリオールズへ移籍した。1998年12月1日に5年契約で、フルスレンジャーズへ移籍。2003年5月11日に、史上19人目の通算500本塁打を達成し、1995年から9年連続で35本塁打、100打点を達成し、ジミー・フォックスのメジャー記録に並んだ。 2004年にはかつて所属していたボルチモアオリオールズと一年契約で再び移籍。カレー等によりバットスピードが遅くなり左投手の速球に対応できなくなり前年は282だった対左投手の打率は189まで下がっている。2005年2月元メジャーリーガーのホセカンセコが著書禁断の肉体改造を出版しその中で パルメーロが筋肉増強剤のアナボリックステイロイドを使用していると暴露した。パルメーロはこれにより2005年3月17日のアメリカ議会特別委員会での証言を求められた。委員会でパルメーロは、まずこれを言いたい。私はステロイドを使ったことがない。以上終わり。これ以上何をどうはっきり言えというのかわからない。決してやっていない。と述べた。 ステロイド使用疑惑を明確に否定したこの証言は、賞賛を集めた。7月15日には、史上26人目の3000本アンダを達成した。3000アンダ &500 本類だを達成したのは、ハンク・アーロン、ウィリー・メイズ、エディ・マレイに続き史上4人目である。なお、この歴史的瞬間に守備位置のライトで立ち会った、一郎は、なかなかこんな機会に巡り合うことはない。 貴重な瞬間だった、ヒットを毎年に100本打っても15年かかる記録。彼は19年間やっているそうですが、それだけ長い間グラウンドに立っていることだけでもすごい、とても尊敬している。自分が500本塁打打つなんて、おそらく練習でもありえないし、まさに偉大な業績だと彼を称えた。ところが3000安打500本塁打を達成した、直後の2005年8月1日。 アナボリックステイロイド使用の陽性反応が出た。パルメイロは故意にステロイドは使用してはいない。なぜ陽性になったのかはわからないとコメントしたが入れられず結局 MLB から10日間の出場停止処分を受けた。半年前のアメリカ議会特別委員会の証言ではステロイド使用疑惑を強く否定していたためパルメイロのドーピング違反は全米で大きく報道された。 2005年は前年以上に打棒が衰えていたが、出場停止処分からの復帰後はファンからのブーイングによって精神的に疲労し、さらに不振に陥った。同年8月下旬のトロントブルージェイズ戦ではついに耳栓を使用するに至り、結局本類打、打点とともに過去15年で最低の成績に終わり、オフにはチームから契約を解除された。以後はプレーせず、 この2005年シーズン限りで実質引退状態となった。引退後5年が経過した2011年からパルメーロはアメリカ野球殿堂の殿堂入り表彰の候補者となった。しかし殿堂入り投票では選出に必要な75%以上の支持を集めることができず毎年10%前後の得票率に止まった。得票率が伸びない原因としては上述した。 ステロイド使用疑惑の影響が指摘されている。2014年の投票で、得票率が足切り基準の5%を下回ったため、翌年以降の電動入りの投票対象から外されることが決まった。パルメーロは野球賭博に関与して永久追放処分を受けたピートローズに続き、メジャーリーグ通算3000本安打を達成して、電動入りを逃した、史上2人目の選手となった。 2015年9月18日に独立リーグであるアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと選手として契約したことが発表されるスキーターズには息子のパトリックも所属しシーズン終了まで親子で同じチームでプレーすることになった2018年から2年間は同じく独立リーグアメリカガソシエーションのクリバーンレールローダーズに所属し2018年は31試合に 出場して打率3016本塁打、21打点、出塁率424を記録した。ありがとうございます。